奈良の正倉院に古紙の切れとして今も保存されているこの越後上布はどのようにして織られているのか、それではこれから見てまいりましょう。まず越後上布の原料となる糸はチョマという植物から作られます。成長した尾の刈り取りです。長さを揃えて切り取ります。そして清水につけます。清水につけた後、皮を剥きます。指先を芯と皮との間に入れ、皮を縦2枚に裂きながら剥ぎ取ります。糸の原料となる皮の部分と不要な芯の部分とを分ける作業です。剥いた皮についている汚れや青汁を清流で流しておびき、つまり繊維だけを取り出す作業へ備えます。皮の肉質をこそぎ落として繊維だけを取り出す作業です。大きな木を船型にくり抜いたお舟にヒノキの引き台を置き、繊維を切らないように皮の内側に刃を当てて皮を引きます。麻を爪で裂いてごく細い糸にする作業です。湿った麻を口に含んで粗く裂き、裂けたところに爪をかけてスーッと引くと、さらに裂けて細い糸になります。糸先を1本ずつよじり合わせて太さを均一につなぐ作業は、細く裂くことよりも一定の太さで一端分をつなぎ通すことが難しいとされています。一端の糸を摘むのに3ヶ月以上かかる面倒で重要な工程です。余談ですが、江戸時代、越後の織物産地の嫁は糸が汚れないようにお歯黒をせず白い歯であったことが記録に残っております。このように越後上布は女たちの生活風習を変えさせるほどの重要な仕事だったことがわかります。すべて手作業でかなりの熟練が必要だということがお分かりいただけたと思います。ではこれから越後上布の製造工程を見てまいりましょう。製図。紐の一幅の寸法の中に描かれる図案を方眼紙の上に正確に写していきます。かすり糸作り。かすりの工程には横かすりと縦かすりの2つの種類があります。かすりの墨付けの準備段階の作業で、かすりの色と位置をテープに写し取ります。延べの澄んだ横糸にテープの印をもとにしてかすりの色と位置を写します。横かすり区切り。すでに先着してある残したい色と白く上げたい部分を糸で防染します。染め。きなり色のままで糸を使う場合を除き、横糸、縦糸、地糸、かすり糸、すべての糸を麻専用の染料で染めていきます。染め後の水洗い。染め上がった糸についている余分な染料をきれいに洗い落とします。ちきり巻き。ちきり
という縦糸を巻きつける用具にかすり糸の並び方や配分の誤りがないか見ながら糸のたるみを調整し、一旦分三畳八尺を静かに巻き取ります。仕上がりのミスを事前に確認していきます。生殖。手産みのチョマは極めて乾燥を嫌い、乾燥すると切れやすいというその繊細な性質上、昔ながらのいざり旗で丹念に織り上げます。ひたすら織り続ける作業です。丈夫の織物が生まれる重要な工程です。糊落とし。織り上がった丈夫は水につけてからぬるま湯できれいに糊を落とします。水洗い。お湯で糊を落とした布はさらにきれいに糊を落とすため水洗いをします。足踏み。水洗いが済んだら船底型の木桶の中で丁寧に足で揉まれます。足で揉むことにより布の目が積む上、風合いも良くなります。3月に入ると天候も落ち着き、安定した日差しを得ることができます。雪さらしは濡れたままの反物を晴れた日を選び、2週間ほどかけてさらしと水洗いを繰り返します。こうすると水分の蒸発により発生するプラスのイオンとマイナスのイオンが結合し、織物を漂白するという作用があります。白いものは白くくっきりと、色物は色目が落ち着いた仕上がりとなります。これが越後上布独特の雪さらしの工程の特徴といえます。雪さらしの作業が始まると塩沢の地にも長い冬が終わり、やっと春がやってきます。仕上げ検査。さまざまな工程を経てやっと丈夫が出来上がったわけですが、最後の段階として検査を受けなければいけません。合格しないと商品として出荷できなくなるからです。検査員が出す検査証をもとに現物と照らし合わせ、厳密な検査を受けます。そして合格した商品には2種類の証紙が貼られ割印が押されます。それを検査台帳に記録しておきます。これで重要無形文化財の技術で作られた越後上布の完成です。